いやお前ここうまいっすねちゃうでなあお前今日契約何件取ってきた？ゼロ。昨日は？ゼロ。今月は？ゼロやないかお前。お前ないくら後輩っつってもな俺より年上やろ。年下の先輩にさこんな言われて恥ずかしないの？あんな営業ってのはその人が歩んできた人生がそのまま成績に出てくんねんな。そういう人生の一個一個経験一つ一つがお客様のなお宅に行った時にその魅力として伝わっていくねん。お前そういうのがないから契約取られへんねん。お前見てもなこれあ話したいなとかこの人なんかあるんかなとか思えへんねん。それは伝わってけえへんっつってんだがお前にはなあ。ちょっとしょうもない人生歩んできたんやろ。だから取られへんねん契約が。あ転職してきたんか知らんけど最近ほな言い訳なれへんからなお前。ここ営業だったの前何しとったん？あ？ちょもう一回言って。ギネスの公式認定員。え、あの、あれギネスの記録に立ち会ってなんかその、こう判定とかしたりする、そのカウントしたりとかそのギネスかどうかを判定する人みたいな、あれお前めちゃくちゃ引きあるやんけおもろそう、何それ。え、それやってたん？え、ちょ、なんで、いや、そのなんで、好きに決まってるやろ、お前。人間なんか全員世界一の関連の話好きやねんから、お前聞きたい。なんで、大学卒業して、あ、そのタイミングでちょうどギネスが募集かけてたんや。ギネスって求人なん？ああそうなん。あ、補充制なんや。誰かが抜けたら誰か入れるっていう。あーちょうどタイミングあったんや。あ、英語も喋れるし。英語喋れんの？あ、そうなん。あ、出てくるね。英語喋るからちょうど入ったんや。じゃあなんで転職した？あ、普通の仕事もやってみたいなと思って。はあ、そう。はあ、おい急に酒をもらってきたお前この回が楽しい証拠やお前。すいません、メガハイボール一つ。でっかい席行ってもった。ごめん。いや、ええねんけど。いや、すごいな。はあ、じゃあ今までさ、立ち会った記録でなんかすごいのある？うん。あ、大縄跳びな。あ、なんか見たことあるわ、大縄跳び。ほん。あとは？あ、高飛び込みな。はいはい。ああ、そう、どこまで高いとこが行けるかみたいな。ああ、はいはいはい。え、なんかもうちょっとなんか変なんない？うん。巻き寿司の長さ世界一。お、何それ。熊本の高校生がやったんや。うん。普通の巻き寿司作って。後から繋げることで世界一を長さにしたんや。すごいな。うわ、今多分あれやろ、俺少年みたいな目してるやろ多分営業ってでも人をこうさせなあかんのよ。そう、それのこと言ってんねん。いや、引きあるよ。ちょ、これギネスのことさ、その営業の誘い文句に入れよ。これ全然多分変わってくる。契約取れる。だからそのまずインターホン押すところ始まってんねん、誘うっていうのはな。だから今なんて言ってる？インターホン押して、うん、ピンポンと押して、あーすいません、ちょっと話聞いてもらっていいですかってやつな。いや、まあよくあるよ。いや、でもそれやったらもう、いや、すいません大丈夫ですって言われたらおしまいやねん。何って思わさなあかんのよ、まずファーストコンタクトで。だからピンポーンとして、ギネスですって言おういける、ギネスですって言おう。何って、その奥さんやったら、その私なんか世界一取ったかなと思いはるからまず何ってなるから、うん。で、あ、お客様に世界一お得な情報持ってきましたって言うやん。そしたら、あ、何のことやろうと思って出てきてくれるだろ、うん。あ、人間って意味わからんことは一回話聞くから大丈夫、それ使おう。で、出てきてくれたら、家、ちょっと入らせてもらっていいですかって言って入って、そしたら、まああれやな、だから家の玄関に目につくもん全部あの世界一ですねって褒めていこうだからワンちゃんとか出てきたら、あ、世界一可愛いワンちゃんですねとか、あ、これがあの世界一の熊の置物かとか言っとけば大丈夫。あの褒められて悪い気せへんから、うん。あ、そっか、その段階でお前がそのギネスの判定ってことは知らんもんな、うん。ただギネスいっぱい言ってる人だなと思うもんなそうか、じゃああれまだ持ってんの？そのそういうギネスの認定やってた時のユニフォームみたいなとか持ってる？あ、OK、 じゃあそれ着ていこう。それ着よう、まずそれ着よう、うん、それ着て、いや、だいあの紺のなんかブレザーにグレーのパンツみたいな、なんかああいう新、あの、新、なんや、審判っぽいやつやろ、うん、それでいこう。で名前もうあれ、名前ギネス木村にしよう、ほんで。あの、俺あの実演販売レジェンド松下みたいな人おるやん。あの感じでギネス木村にしよう。そしたらほら、最初のインターホンのあのギネスですって言ったやつも、あ、自己紹介やったやってなるやん。嘘ついたやことになるから。これエグい、これいいの見っけた。いける。ほんで、さっきのあの、ほら、してくれたあの、立ち会ったギネスの記録の話、これ3つぐらいポンポンポンってしたらもうすごい引き込まれるから。あ、そうそう、あのさっきの順番にな。うん。え、なんでお前大縄跳び最後にすんねん、お前。大縄跳びなんかお前素敵ですやないか、お前。想像つくねん、お前。あれ、あの巻き寿司最後に決まってるやろ。大縄跳び、高跳び、巻き寿司の順番に喋ったら、もうこうなってるから。すごい、もう。これでも売れる、これでも。
これでも俺がそうなってきたらもう何でもいけるよ。行こう行こう行こう。で、で、そうやな。で、うちは、ポケット Wi-Fi とかネット関係の商品売ってるんですけど、みたいな販売で、で、ポケット Wi-Fi。だポケット Wi-Fi の速さも世界一なんですよって言って、で、スマホバーって触って、あれ、阿部寛のサイト見せた。阿部寛のサイト。あれほんま情報なさすぎてめっちゃ軽いから、あれ。あれ見せた。阿部寛のサイトのこと知らんかったら、あ、めっちゃ速い、この回線ってなってくれるんだ。あれ、それでいける、それでいける。それで契約取れるよ。いけるいける、大丈夫、大丈夫。明日からやれ、明日から。え？そう、だから最初に言ってん。だから営業っていうのは人生の今まで経験がそのまま成績に出てくるって。だからお前だからもう世界一いけるで、営業の世界一。世界一は嫌？なんでやろ、世界一の方が嫌やろ。世界一になったら下から追われる存在になるのが怖い。やかましいわ。